う材料は鶏として焼き鳥の缶詰で、卵を2つで、チーズを2枚で、青のりと今回はラード、あと鰹節と青のりで、使う道具はフォーク、あとはノンラップボールです。さて、卵を2つ割ったので、これをフォークを使って溶いていきます。卵溶き終了。ここで、焼き鳥の缶詰を入れていきます。はい、卵の中に、焼き鳥の缶詰を入れました。で、塩味を今回使うんですが、他にもまあタレだとか、まあ、醤油だとかがありますけども、まあ、そういうのに比べて比較的糖質量、炭水化物から食物繊維を引いたもの、その糖質量が少ないので塩味を選びました。といった卵に焼き鳥の缶詰を入れて、それを少しほぐした後、チーズを、スライスチーズを2枚乗せました。これで肉、卵、チーズ、メック色の組み合わせがこの一つで揃うことになります。これで蓋をして電子レンジにかけます。こういう蓋がない場合はラップを使ってもらえばそれで大丈夫です。はい、500ワットの出力で今回は1分40秒加熱してみました。じゃあ開けてみましょう。はい、こんな感じ。ちょっと見た目的に寂しい感じがするので、ここに鰹節と青のりをかけていきます。鰹節と青のりをかけて完成です。簡単ですよね。これなら、まあ、皆さん誰でもできるんじゃないかなと思います。で、この一皿の中にだいたいタンパク質の量が 35g ぐらい入っているので、まあ、1食あたりで、まあ、取ってほしいタンパク質量としては十分この中に入っているっていうふうに考えてもらっていいと思います。はい、ごちそうさまでした。鶏玉チーズココット、いかがでしたでしょうか。まあ、皆さんもぜひ簡単なので作ってみてください。パソコンでご覧になった方はこのあたりかな、チャンネル登録のボタンがあるのでぜひクリックをしてください。スマートフォンやタブレットでご覧の方はこの下の方にあると思うので、ポチッと押していただければと思います。ではまた。